ニンニン。いよいよ始まりやがったぜ。ていうかお前たちで今回の任務本当に大丈夫なんだろうな。俺はお前たちのことをよく知らねえ。ちょっとそこで自己紹介やってみろ。じゃあ俺から。名はかまど炭治郎。好きなものはタラの芽。こっちは妹のねずこ。好きなものはコンペイトーです、俺の名前は吾妻善逸。好きなものは甘いもの。高級なうなぎなんかも。そんなこと聞いてんじゃねえ。鬼と戦うにあたって何ができんだって聞いてんだ。遊郭に潜む鬼は強えぞ。いや死にたくない、死にたくないよ、やだ。死なねえように戦えばいいだろう。強い鬼にも会いたくない。まだねずこちゃんと何もしてないのに。そんなの無理。少し黙ってろ。俺は橋見良伊之助だ。俺の話が聞きたきゃ俺を倒してからにするんだな。何こいつ偉そうに言ってやがんだ。なんだと。今日はここで大将こそこそ噂話。俺の自己紹介を聞かせてやろう。俺は忍びの家系に生まれた。だから幼い頃は忍びとして影に隠れ地味に生きてきたんだ。嘘だ。嘘はよくねえぞ。嘘じゃねえ。そん時の不満が爆発して今はこう派手になったわけだが、ま、もともとその素質があったってことかもな。お前らも任務では派手な活躍を見せんだぞ。この人からは責任感の強い匂いがする。信頼できる人だ。何ニヤニヤしてんだお前。次回第2話遊郭潜入。お前らちゃんと仕事すんだぞ。